厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。会談の成果、4人の胸にブルーリボンバッジ。日本を心底見下してきた中国が今頃になって泣き言を。日本は狼を部屋に入れた。大陸外務省のジャオリージエン副報道局長は17日の定例記者会見で、日米両政府が外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会2+2で大陸を名指しで批判したことを受け、強烈な不満と断固たる反対を表明した。日米に厳正な申し入れを行ったとしている。張氏は特に日本を名指しし、喜んで米国の戦略的属国となり、真偽に背いて中日関係を破壊した。狼を部屋に引き入れ、この地域全体の利益を売り渡した。見下げたやり方だと非難した。また、張氏は、日米2+2の共同文書で、台湾海峡について、平和と安定の重要性を確認したことにも反発し、台湾問題は中国内政だ。いかなる外国の干渉も許さないと強調した。以上、ネットの情報。以下、日本国内ネットの声。岸防衛省がつけてるのは、違和感ないが、4人ともブルーリボンバッジ。つけてるのに驚いた。茂木は、1日目には、つけてなかったけど、2日目になって、自分だけに気づき、慌てて、つけたみたいだ。茂木のブルーリボンバッジ。つけてる姿は初めて見た気がする。めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんが15日、アメリカ大使館を訪れ、駐日臨時代理大使と面会して、手紙とバッジを渡している。それで、ブリンケン国務長官、オースティン国防長官が、日本滞在中の2日間、つけててくれたようだ。民主党でも、クズは、オバマだけかもしれんな。たった一度だけ面会した時でも、年老いた拉致被害者家族に着席も許さず立ち話で済ませた。あの映像が忘れられんが、民主党にも人の心を持ったやつがいたんだ。まあ日本人にもシェイシェイ、茂木、二階をはじめ自民はもちろん立憲や公明に、人出なしは捨てるほどおるわ。強い言葉を使っても、弱音を吐いてるようにしか言えないんだよな、大陸。日米2+2。聞いてる聞いてる。だいぶ焦ってきてるな。余裕なさすぎだろ、大陸。大陸がここまで悪口を言うってことは、聞いてる証拠じゃん。大陸は真偽を語れるほど、信用ある国なのか？好き嫌い抜きに、どちらか選ぶなら米国になるよ。大陸が食料輸出を停止しても、大体国あるが、アメリカが日本製品を輸入停止したら終わり。毎日のように沖縄に援をしてくる国に対する態度として当然だろ。というか大陸にもう旨味はないしな。大陸の属国にだけはなりたくないんでね。あちらやあそこにはね、まさかとは思うけど、こういう恫喝会見やれば、日本がビビるとでも思ってる？にしてもこの時局で、もし民主政権だったらと、思うとゾッとするな。これは、マジでそう。あの島、C の事実すら公表しない。こっちにあれ向けてるやつと、仲良くできるわけないだろ。大陸人らしいわ。大陸もあれだね。ここに至る経緯が見えてない。そもそも自由で開かれた。インド太平洋ってのは、安倍前首相の日米強引セキュリティダイヤモンドから始まってるのに、何が属国だ。てか、こんな煽り文句を、こういう立場の人間が、平気で言っちゃうってのが、未だに中華思想。やってるって感じで無理だわ。
ここ20年くらいの大陸外交って戦略が感じられない。多方面に圧かけるだけだし、それでは信用なくなるでしょう。隣国だけは従うみたいだけど、真偽なんてまるで持ち合わせないくせに他国には偉そうだな。なら了解し、繰り返してる。大陸が真偽に背いてるな。少し前まで日本なんて取るに足らない存在とか言ってたくせに、四面楚歌になったからって泣き言言ってももう遅いよ。大陸との間に真偽なんかあったっけ。少なくともこの千年以上はそういうのとは無縁の関係だと思うけど、まあ執行直前のあの人がわめき散らしているようなものか。別にアメリカが正義ってわけではないが、大陸よりはマシよ。マイナスが少ない方を選ぶのは当たり前だろ。大陸に対して日本が立ち位置を明確にして、ダメなものはダメとはっきり言うことはいいこと。真偽に背き中日関係を破壊。大陸との真偽って何？少なくともアメリカとはここ70年ばかりきちんと同盟という契約を結び継続してるけど、大陸とそういう相互扶助関係の条約を結んだことは有史以来ないよね。これ最初北のお言葉かと思った。理屈で反論できずに相手を非難するだけになったら負けよね。あの島 C で日本との関係を破壊しといてよく言うわ。真偽なんて最初からない。あの島諸島で何をやってる。言ってることがまんま来た。さすが宗主国だよ。真偽って文字見た瞬間吹いた。日本が技術援助して資金も援助しても、大陸キーサー島の手柄として日本には感謝もせず、天文などで日本がかばってやっても礼も言わず、日本からの援助で成長して自分が強い立場になったと思ったら、膨張亜鉛主義ありもしなかった。南京アウアンを叫び続け被害者面、そのくせ自分たちはあちらで民族言うあこちら条約破って反体制派アンアウ死ななすとも揶揄されてる。今の段階において助かる道はもうなくなったよ。本当に中華思想儒教思想ってダメだな。了解ししてくる気に食わなければ輸出入を停止する国に仲間ができると思ってんのかな。相手が強いと見ればへりくだって3機9高騰してすり寄る半島国がありましてね。まあ常に裏切りを画策してるけど、大陸による倫理のない無法行為によって日本は安全経済など多様な面で被害を受けている。その加害視野の大陸を批判するのは日本にとっては当然のこと。大陸なんざ大しとはったりだけの国、日本に海思想は根付いてないからな。価値観的に近いのはアメリカの方だろ。強烈な不満と断固たる反対、なんとかしたいのだがどうにもできないとき、大陸が表明する常套句、大陸自身がトラさんのつっかえ棒を取り除いたんだから自業自得だ、あそこやあちらこちらになりたくありません、ただそれだけなんですけど、他国の了解であれぶっ放すぞって法律作っておいて、真偽なんてゼリフほざくんじゃねえよ。大陸の真偽ってもしかして俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものってやつかな。もうなんかね、日本と台湾で相互完全自治を維持しつつ連邦として共同体樹立とかやったらいいんじゃないか。自分らの利益は周辺国には不利益になるって分かっているんだろうけど言えないよな。一番嫌われるタイプの人間たち、時間が経つほど対中包囲網は強固になるし、
時間が経つほど大陸経済は崩れていく。そしてシューちゃんとワンちゃんは王氏以外の交渉手段を知らない。台湾有事近いかもしれないね。大陸の工業化に貢献したパナソニックの工場とかを開き払って恩をあだで返した国が真偽だなんて何の冗談。台湾問題は大陸の内政だ。いかなる外国の干渉も許さない。大陸共和国が台湾を統治したことは一秒もありません。中華民国が大陸共和国とは別物であることは、大陸共和国が国際連合へ参加した経緯からも明らかであり、台湾は大陸共和国とは別の国であることは証明されています。よって台湾問題は大陸共和国の内政ではありません。アメリカが安倍さんの案に乗ってきただけだから。いいわ、最初アメリカは乗ってこないと思って無視していたのに、こうなったら突然慌て出して火火起こしているね。これって半島人の物言いにそっくり。大陸の属国なんて何されるか知れたもんじゃない。歴史的に何の恨みもない。あちらやあそこでさえ大あうされてるのに、第二次大戦時のことでナショナリズム的大斧敵になってる日本が大陸の一部になるとどうなるか。正直日本の大陸協力者は見通しが甘いと思う。自分たちだけは助けてもらえると思ってないか。大陸が日本に激怒しても報復されるのは親中派なので、反中派にとってはこれはむしろ都合がいい。以上、日本国内ネットの声。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたら、ぜひご覧ください。